四ツ橋線のとかいないや。早朝、今7時半です。0時に出たんで7時間半なんですね。横浜、大阪間。しかもね、時間ぴったり走るね。休憩の時間もぴったり入ってるね。うまいのかどうかわかんないんだけど、こんなの慣れればできないのか。横浜はね、このケースね、エスカレーター乗せちゃダメだって言われました。はい。大阪はみんなね、エスカレーターにトランクコロコロ掘らしてくれたね。東京、横浜はね、エスカレーターに乗せちゃいけないってことになってました。注意されました。よいしょ。おー、府警さんも変わったもん。はい、移動水線だ。これ大変だよな。ちょっとどこもやってねえよな。いやー、どこ行っても中国語がすっごく多いね。それだけ外国人の方来て、日本に来て楽しまれてて、ね、お金を落としてってもらっていいかもしれない。あの学生さんね、あ、ここ通ったね。どっちかっていうとここ間違えたね。ここだね。ここ登らないとダメだ。あ、ついついね、左側並んじゃったよ。そう、新潟、大阪は。で、しかも、このアタッシュケースをエスカレーターに乗せてる。横浜じゃダメ、エレベーター使ってくださいって。だ、そういう設計じゃねえよな。そんな設計じゃねえよ。はい、そうそう。で、これが御堂筋だから、こっちだ、こっち橋線は。よく覚えてるな、俺なんかね。大阪駅はね、ほんと迷路のようだよね。できれば、ミスタードーナツ食いたいんだけど、まだやってねえんだよな、どうもな。朝マックしていくか。ね、お、朝がっつり食ってない。朝から、こういうパン食べたいな、朝。セブンだ。会社でしょ。俺が行きたいのはあれよ、桜橋口でね。そっちがあのあれです。おお、福井。あ、行きたいね。見たいね、福井ね。有岡城、有岡城だね。見たいね。お市の方が命を失うね。柴田勝家、うん、はい、ここはね、中央口だ。これちょっとやっぱ狭いよね。中央口
大阪中央口ね、でいつもねこの緑の窓口、ここで帰省するとき切符を買ってますね。あの改札、改札で券売機か、あの券売機でいつも買ってます。で青春18切符もこの券売機で買います。でこれが在来線の乗り場、ね、はい、ね、あ美味しそう。キヨスクのパンうめ、うまいよね。桜橋口へ向かいます。ちょっとね、しまった。スロープラインを外れた。はい、あとはね、まあ行きと違って軽いからね。また次回もね。たくさん積んでね、テムで買った中国の通信販売アプリテムで買った、やつですね。それをかなり運んだね。次回はねあるんですよ、またやりたいことが、マックがあるんだよね。やってなかったりして、下りはエスカレーターじゃないんだな。おお、ね、これ桜橋口で正面がマックだ。あ、やってるね。さあ担いでいこう。よいしょっと、初めてこう使うよ。いつもやってないんだよね。はい。はい、マック。いた。はい。あのね、ちょっと高いんだね、ここの マックは。実はね、注文しようと思ったら、ちょっと高いんだ。はい。場所代っていうのかな、ちょっと高いですね。うん、残念だ。じゃあ、このままね、本町まで移動しよう。はい、四つ橋線だ。大阪帰ってきた。空いてるね。やっぱ大阪空いてていいね。だって座れるってないよね。あの東京横浜なんだったんだろう、めちゃくちゃ混んでた。